遠藤の前にリバプールに来るはずだった男の末を、今シーズンの開幕前にイングランド一部チェルシーはサウサンプトンから当時19歳のベルギー代表ミッドフィルダーロメオ・ラビアを完全移籍で獲得した。リバプールもラビアの獲得を目指したが、チェルシー行きを選択。6000万ポンド約110億円の移籍金で大きな期待を寄せられたものの、負傷により一足早く今季を終えることになった。ここまでラビアは負傷に苦しみ、2023年12月27日のクリスタルパレス戦に出場したのみ。チェルシーは今月中に復帰し、ユーロ2024へ出場することも期待していたが、ラビアが再負傷したことで今シーズンが終了したと発表した。昨季は降格した。サウサンプトンでリーグ戦29試合に出場して高パフォーマンスを見せていたラビアだが、この1年は負傷に苦しみ続ける結果となった。ラビアがリバプール行きを選択していたら、日本代表ミッドフィルダー遠藤航の移籍も実現していなかった可能性もある。リバプール入りを断ったラビアとエクアドル代表ミッドフィルダーモイセス・カイセドと比較して報じられることが多いだけに、ラビアの負傷でまた日本代表のキャプテンの評価が高まるだろうか。コメント欄で聞かせてくれ。